でーす。はあ、まあまあ汗かいた。<laughs> <laughs> はい、えー、それじゃあシルク始めますね。はい。はい、よろしくお願いします。えー、皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイター成沢博樹です。本日は対談動画で対談動画でございます。えー、本日のゲストは星空体験プロデューサーとして今活動しています。はい。はい、はい。岩城彩香さんでございます。はい、えっと彼女にはですね。 えー、私のチャンネルにですねずっと出演していただきたかった方なんですよ。今日ですねこう高知県に来てましてこれ後ろ仁淀川っていうんですかそうです仁淀川仁淀川でこう、はい、沈下橋があってみたいな感じで、えー、動画を撮影していますで昨日まであの高知の、えー、四国カルストっていうところでワークショップをやらせていただいてですねでそのコーディネーターを彼女がやってくれたんですよねはい非常に今回はお世話になりましたここちらこそお世話になりました。はい でそのついでにインタビュー動画を撮っていると、はい、いうことで、今日はあの根掘、ね、り葉掘りいろいろ聞いていきますんで、掘り葉掘りはり、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい えまず私と岩城さんの、えー、ことをお話しすると会社がね同じだったんですね。うん、そうです、はい、はい。あのビクセンという天体望遠鏡メーカーでお互い働いていてで、えー、自分が入社して何年ぐらいで入ってきたの多分2年か3年ぐらいで入ってきたのはい入ったと思います。そうですね、私は29歳で中東採用だったんですけど彼女は新入社員で入ってきてでねなんか 俺的には、ね、結構思い入れがあって岩さんはやってんやぱり自分が入社してその後入ってきた人って結構中途がほとんどだったのさ、うん、あーそうですよねで割とね同い年の人とかが多かったんだけど本当に新入社員でピチピチの新卒の人が入ってきて <laughs> なんかこう初めてできたまともな後輩っていうこ <laughs> ともな後輩そういうイメージがあるんだよね,う,ねうん、うん、でそこから、えー、スタートして 私もその時入社して12年2年で全然まだ仕事も慣れてなかったのでイベントとかでね別の部署だったけどイベントで一緒することがあって、うん、カフェ部とかねあカフェ部とかねカフェ部とかにあのカフェに行くっていう <laughs> よく行きましたよねカフェカフェ部とかあのウクレレも弾いたよね <laughs> ウクレレもはい今でも弾いたよね、はい、そうだよねそれがきっかけでねそう,そういうなんかいろいろ講師ともに、はい、楽しかったよなんかあの時ねいやもうなんか遊んでるんだか仕事してるんだかよくわかんないよね <laughs> <laughs> でもそれが一番いいと思うんだけどね <laughs>、うん、こうやらされてる感がなくて自分でこうやりたいことでやれてたっていうことだと思うんですけど非常にです、ね、優秀な後輩でして、うん、まあ今も家庭を持ちつつ独立してやって活動してらっしゃるっていうことでちょっと話が変わるんだけどこの間コーチワークショップにあの女性が2人参加されたじゃないですか。はいはいで 岩代ロジ出身ですみたいなこと言ってたでしょ。ジュ <laughs> じゃないです。<laughs> あれは岩代さんが今そのなんだっけ星のさんもね？あはい。の講座とかやってるのかな？あ,、はい、あそうです。あの団体の,うん、うん、の中に入ってもう影影武者というか影武者なんかも <laughs> 黒子にてでやっていてね <laughs>、うん、講座を開いてみるとすべて岩代が実は牛耳ってるみたいな感じになっててそこに来てくれた。 方々が、まあ、四国を中心に、高知を中心に多いんですけど、<ー>なんかその方の前で、まあ、最初の基礎講座とか私がもう担当したり、あの、望遠鏡を使う講座とかも、あの、あんまりこう教えてくれる人とかがいないので自分で担当して、<ー>で、その自分で担当してるから、なんか、本当は影無茶なんだけど、 岩城さんに教えてもらったみたいな。ふうにみんな認識してくれてて。影武者。いや、僕は決してないんですけど。うん、<laughs> でもやっぱりなんか直接的にこういろいろ教わったからでしょ。まあ、そうですね、うん的。本当に講座の。あと何時からご飯ですよとか、うん、コーディネーター的なこともやってたし。もうすべて岩城が引き受けて。うんうん 全部分かってる人みたいな立ち位置でまあでも取材してる人から見たら勝手が分かんないからだよねもうなんか「そうそうお任せしていいですか?はい」みたいな感じで一だからもうはい「もうお任せします」みたいな形で、うん、じゃあやりますっていう感じでやってるでその方がこっちもやりやすいよねいろいろ、はいはい、あの子が言われるよりは、うん、うん。ちなみにあの岩城さんが入社した後でえこう北山君があとでそうですはいえっと北山,北山君は同期なんですよあ 同期なんだっけ同時に入社してますねあの一応あの、はい、北山君もこのチャンネル対談で出演してるんで <laughs> まあここに動画貼っておきますけど <laughs> よろしくから見てくださいすごいあのいい話聞けたんで,でその後に美智子が入ってね木原さんが入ってるんでね木原さんはいそう木原さんもこのチャンネル出てるんで、はい、よろしければ見てください木原さんは旅行会社で頑張ってるんですけどね、はい、そうだよねなんかその辺のラインナップがね結構思い入れのある後輩ラインナップだからっ <laughs> ラインナップを舞台にして、うん 四国全部高知舞台まあ今は高知が拠点にはしてるんですけど、うん、まあ岡山行ったりとかっていうこともあるし、大阪行ったりってこともあったし。あじゃあ呼ばれればどこそうですね。家庭に影響のない程度です、うん、あ、そうですそうです。はい、まだ子供小さいからね。まあ一緒に行っちゃったりもするんですけどね。<あ>うん、そうなんだ。うん、うん。なのであの、この動画見ているこの方で、えー、その、中四国っていうのかな、うん、ベースで、 ちょっと星空で盛り上げたいなとかイベント考えてるけどこうノウハウがなくてどうしていいか分かんないみたいな人はあのぜひ岩城さんにご一報だければと思ういますね。と、はいう仕事をいただければと思います。<noise> えーとではですねここからは、はい、あの岩城さんのいろいろ迫っていこうと思うんですけど、はい、まずえっ、ー、とそうだな星に触れた星空に目覚めたきっかけから聞こうか。 いや、なんか目覚めたきっかけって、うん、なんか結構皆さん大きな出来事があって、うん、でそれをきっかけにこうバチンって目覚めたっていう方が結構多いんですけど私の場合はそ <laughs> そうそう、なんかゼロから100になりましたみたいな、うんが多いんですけど私はなんかこうちちっっゃいことの積み重ねが結構きっかけに私愛媛県出身なんですけど愛媛県も結構自然が豊かだったし、うん、家族がもうみんなで。 夏になったらキャンプ行って、<ー>冬になったら、あの本州の方にスキー行ってみたいな。家族だったんです、うん。結構家族でアクティブなんだね。そうそう、なんか父がすごい多趣味で。ああ<ー>。で、いろんなものが家にあるんですよ。なんか双眼鏡、<ー>こういうちっちゃいのとかもあったし。あ、そうなんだ。父親譲りなんで、めっちゃアクティブなんですよ。<laughs> すげえアクティブ、まあ、この後、多分出てくると思うけど、めっちゃアクティブなんですよ。でも、キャンプとか行ってたおかげで、自然と夜、星を見る。 空を見る機会っていうのがあったんですよね。普通だったら。家の中では見れないものを、夜外に出て。見ることができて、たまたま。一回なんかキャンプで。シューンっていう流れ星を見たんですよ。うん、<laughs> シュンって。シュンって流れたんです。<laughs> でシューンって流れたのを見て。うん、あれはなんだと思った。流れ星知らない。から。おうおうでもなんかなんとなく流れ星なんだなっていうことは知ってる。中身がわかんないんですよ。流れ星の。 まあちょっと時間が経って、まあ子供だけでキャンプに行くっていう、まあボーイスカウトみたいな感じの、まあ機会があって、うんうん、で、そこで、あの、瀬戸内海の本当に穏やかなキャンプ場にこうやって砂浜に寝転んで夜。で、なんか、上の学年の男の子とかがギターとか弾いてくれて、<ー>で、モテるね、それ。モテる人だね。そうですよね、<laughs> モテる人だ。それで、<ー>えっと、その、 雰囲気の中、はい、ペルシエスダ流星ですねね時期的にあロボンだもん休み子供の休み夏休みといえばペルシエス座流星群ね,星ね海の音を聞きながら、うん、ギターがポロポロ鳴りながらそしてなんか空にはシュンシュン流れ星みたいなっていうのを経験したりそういうのが積み重なってて図書館とかにも結構行ってたんですようん、うん、毎週土曜日に図書館に行ってて。うん、その図書館で 本を読んで、あ、あの時見た流れ星って実はこういうことだったんだなっていうのとか、まあ知識を手に入れたわけですよ。はいはい。そしたら、ただシューって流れた模様じゃなくて奥行きあったと思って。なるほどなるほど。もう 3D になってって。はいはい。そしたら自分の生まれ星座とかも気になって、出したソリ座なんですけど、<ー>そしたら夏に見えるから。 自分の部屋の窓からさそり座を探して自分ちにある本で当時はアプリとかないんでよ。ああはいはいはい TikTok やってるじゃんやってた今はちょっとだけで TikTok でその話あったよね。ありますあります外見てさそり座がうんぬんかんぬんみたいなちょっと TikTok の URL も概要欄貼っとくから見ててくださいはい。 今では、ね、もう絶対みんなアプリとかでやるんでしょうけど本当は懐中電灯を照らしてそうだよね当時はそうだよね本と実際の空と見比べてあサソリ座あったみたいなっていうのを、まあ、なんかちょっとずつ積み重ねてって、うん、そしてだんだん星が好きになっていったんですよね。で徐々に徐々にそう,そう。本当に徐々に徐々にである時なんか皆既月食が起こりますみたいな。あ 会議来た小学校5年ぐらいだったと思うんですけど<ー>その時に初めて親に望遠鏡を買ってってお願いして、うん、でえ何買ったか覚えてるえっとねビクセンのビクセンののたシリウスっていう名前だったからあシリウス買ってんのなんかい細い1万円ぐらいのやつ、うん、へえ買ったんだ今でももうそれ持ってて、うん、今でも使ってるんですけど、うん、それを買ってもらってもうなんか 動かし方とかわかんないからギギギってやりながらその会議月食を見た思い出がありますね<あ>私が子供の頃ってあのシシ座流星ウっていうのがあって2000あ2003年のやつ見てるんだいや2001年とか,か2001年だっけだったかな2001年だっけめっちゃなんか地球の終わりかのような流星が流れた時でしょっていうのを見たと思うじゃないですか <laughs>、うん、見てないんです <laughs> 見てないんかいなんだよ <laughs> 俺も見てないんだけどさ でもなんかその時はヨーロッパでまず前年にすごい流れてて、うん、でそれを聞いてテレビのニュースかなんかで聞いて、うん、で公演行ったんだけど日本で流れたのは次の年だったんですよ。<あ>確かかそそううだだだだっっったたたんん俺それ知らなで私が見に行った時はまめっちゃ曇ってて、うん、とりあえず外に親に。 夜連れ出てもらうみたたいなこととが楽ししかかっりて子供にとってはまだね<う>夜遊びって大冒険だよ、ね、大冒冒険険で,、うん、でもそうすると見れなかったらこう見たくなってきて、うん、でテレビのニュースとかも、ねうんうん、天文系がちょっとその頃はまだ今みたいに全然そういうニュースなかったんだけど、うん、そうななんだなんかあれだねこう徐々に徐々にいろいろな天文現象をこう触れていって常にこう。 星へのなんか探求心っていうか、うん、そういうのがこう尽きずに行け、ね、ありましたね。た理科とかがす科学とかそういうのが大好き、うん、理系女ってやつですか。もうなんでしょうね。理系女。<laughs> 理系女っていう。いやでもなんかうな科学少女みたいな。科学少女羨ましいな。俺その近所のおじさんにさ土星とか木星を見せてもらったのが、うん、まあバーンと来て <laughs> でその後月食とかも見てるんだけど子供のうちにやっぱ見れたらよかったなと本当思うからね。うん うら羨ましい話だでなんか学校の時のサークルとか何入ったの学校の時は小学校の時は科学部っていうのがあって、うん、科学部理科部だったかな科学部だったかなとにかくなんか理科の実験をするクラブなんですよでそこにもう本当に男の子しかいないんですけどで女の子二人しかいなくてで私ともう一人しかいなくて。 なるほどね、今違うんはもう全然事情が違うと思うんですけど当時はなんかちょっとお宅の分野っていうかそうそうそうほら手芸部とかそういうんか女子料理部とかそういうの入るじゃないですかそうだよね最初に選んだのが科学部ででそこでなんかべっこう飴作ったりとかしてましたね小学校の時はあそうなんだ中学校に入ったらべっこう飴 そうそうそう、懐かしいでしょ結構雨ねあとアイスキャンディー作ってるかえ<ー>塩に氷入れたらすごい子供だから最終的にはフィニッシュは食べ物なんだよねきっとスイーツに行くのがねそうねでもあの覚えてるのがそういう感じの実験っていうだけで、うん、もう毎週何かしらやってて食べ物の時だけめっちゃみんな盛り上がるみたいなうん <laughs> なるほどね <laughs> そんな感じ、えー、それ小学校それ小学校 中学はだ<学>って小学校の時ってさ、はい、星仲間とかいたいやもういないです、ね、あいないじゃあずっと一人やってたわけだね一人あと対話するのは本あ本ね雑誌とか本、うん、とかで中学高校あたりはどうなんですか中学校の時は一旦その興味っていうのが興味はあるんだけどもう最前線ではない感じですね、うん、で入った部活も美術部だしうんあ美術部行ったんだ美術部なんですよへえ,え得意なのあれ まあ得意っていうか書くのは好きで、うん、あのなんか書い,書いたり、うん、まあ彫ったり、うん、もういろんな種類の美術をやってましたねへえそうなんだそう部員少なかったですけどでもなんかみんなが運動部とかしてるのをこう見下ろしながらこう書いてたりとか <laughs> 結構運動得意なイメージあるから意外いやもう全然ダメなんですよ、うん、運動が高校もそんな感じ文化部 高校はダンス部に入って,て目覚めてきたね <laughs> その頃からじゃあよさこいもやってんの <laughs> よさこいはね大学からなんですよ初めたのはじゃあ高校は普通にそのダンス部でどんなダンスやってんの,のまあ、ね、創作ダンスっていうジャンルなんですけどあ,あのなんかすごいものすごい変なポーズをしたりとか <laughs> <laughs> なんだろうんか芸術っぽい感じポップポップではないあなあじゃあなんか競技ダンスとかじゃないんだよね そうなんですよなんかちっちゃい頃3歳ぐらいからバレエを習ってたので <laughs>、うん、あっそうなのいいろろやってんな実はいろいろやってたそうなのね <laughs> ててへえそこでダンスも、まあ、楽しさを知ってたしうん、うん、ん踊り方とかもち,ちっちゃい頃からやってるからなんとなく分かってそれでまあ中学校の時ダンス部なかったんで美術部入ったんですけどあの 高校になったらダンス部があったんでそこに入りましたね。うん。なんか全然星との接点がないですけど。まだそ,それまで全然じゃあ一人でずーっと星見上げてたって感じ？いやもうその時は定期テストとかが忙しくて、うん、もう勉強勉強も好きなんですけど。うんうん、そっちが楽しかったから。勉強好きって人初めてだったな。もういいや。そうなんだね。そう。<ー>だからその星を見に行くとか。うん。 なんか積極的に自分から欲しい活動してたかっていうと全然そうじゃなくて、<ー>まあ好きっていうのはあるんだけど、まあその上にあるなんか高校生活とか勉強とか部活とか、うん、でそういうのを七回こう埋もれて顔は出してこなかったです。そうなのなんか意外で,でどっから天気あんのそれ。もう天気はあの就職ですね。最初からビックセイに入社するつもりでもう。 バーンといったのみんななんか周りの人すごいところにみバンバン就職決まってってんなんとか証券とかなんとか銀行とかテレビ局とかそうだ早稲城だもんねまあ一応ね早稲城だもんね一応なんかそうだね、うんうん、だからみんなすごいところに決まってってで私あのよさこいもやってたし、うん、自分の興味がいろんなところに行ってたのでなんかか世界に旅したいとかああそうだ <laughs> えそれはいつからやってんの,あの バックパッカー的なことをねやってたんだよね。はい、それいつからやってるのそれ？それは大学三年四年ぐらいで、うん、あの海外に行き始めてるんですけど。うん。さ、え待って、ちょっと話変わっていい？<laughs> はい。どう,どうバックパッカー始めようと思った、バックパッカーで海外に旅行行こうって思ったのは、それは何歳なの？多分ですけど、なんか私が子供の頃って部族のところに、うん、テレビの人が部族のところに行ってなんか。 すごい家に泊まってみたいなテレビがいっぱいあったと思うんですよね。うるるんルル滞在期とか。あった。あったね。あと懐かしい影響を受けたのは、世界不思議発見。ああ、今もやってるよね。うん。とかも。ミステリーハンターになりたかった。そうそう、ミステリーハンターになりたかったんです <laughs> <laughs> どうやったらなれるか分かんなかったんですけど、うんうん、でもミステリーハンターになって、エジプトとか行ってみたいなって漠然と思ってて。うん、で、まあ、そういうのを見てたから、まあ、いつか、 旅に行きたたいいっってうう下地はあったと思うんでですよ<ー>でも大学に行ってみたらその今まで自分が田舎で過ごしてきた18年と違って<ー>バンバン海外に行ってる人とか<ー>バックパッカーしてる人とかが周りにいたんですよそれを聞いてそういう話を聞いてあもうなんかここで行きたいみたいな熱が大学生の時にこう「無事来たよね」疲れちゃった <laughs> まあ大学生の時にその周りでやってる人がいたから自分もちょっとやってみようかなと考えて <laughs> そうです,そうですうかなある時にその、まあ、バーで飲んでたら学生が集まるバーだったんですけど、うん、世界一周から帰ってきましたみたいな人がいて、うん、でその人の隣に座って話を聞いて、うん、まあ星好きなんで「いやどこ星綺麗でした?」って言ったら「ウユニ塩湖が綺麗だった」って言ったんですよ。もうえー、すごいねその,人その人が 行ってる時期のウユニ塩湖って、今ってさ、すごい観光地化してるって言うじゃん。あ、そうなんですかね。すっごい人いっぱいいるっていう、うん、だからもう、前のウユニじゃないよって言われるんだけど。<ー>多分、岩城さんとか行ってるウユニ塩湖は、めちゃめちゃいいタイミングで行ってんじゃないかなと思うんだけど。2010年とか。うん、まだまだ、これからのとこだよね,ね。はい。で、そろそろ絶景とか言われ出したよぐらいの時。で。 でも寒気だから別に水鏡とかないんだけどそれでも行ったんですよねうん、うん、まあそういうところにのいに行って星が綺麗だっていう話を聞いたからあじゃあもう行くしかないみたいなうんちょっと1週間後だけどチケット取ろうみたいなうんうんうんでもうじゃあ行っちゃえっていう感じでへーえそれは一人で行ったの一人で行ったあすごい最初から一人で行くってすごくない最初だって怖いからさ友達と行くみたいな感じになると思うんだけどそんな無事やえ最初から上位 一 <laughs> 人行ったんだそうでですす最初から一人ですってそれ怖くなかったらんかその誰かと一緒の方がいいとかお父さんお母さんとかさえ一人で行くなんてとこなんなかったのいやあの両親はそんなことはちょっと許せないみたいなえっ、うん、んだなんかやっぱり心配なんですよ親だからこそそりゃそうだよそりゃそうだよこっちは行きたいから「うん、いや行きますよ」って言ってるんだけど行,き行かないでみたいな。 言われたんですけど、うん、でも、ね、やっぱチケット取っちゃったしみたいな <laughs> もう取ってたんだそれでチケットも取ったし、えー、あと宿も予約してそのここに泊まりますみたいなも親に提出してそれでまあもう泊めても無駄だと思ったんでしょうね多分ああすごいでも親を説得する力があったんだなすごいね、うん、いやもうそこは押し切った感じになっちゃったんですけどへえー、で行ってみた行きましたもんどうでしたかいやもうすごかったですね ウイユニエンコはウイユニエンコってあれ北緯何位か何位、はいだからもう南半球の星なるんだよね南半球ですオリオン座がこう反対向いて,てる感じでねじゃあ南半球の星みたいのも初めてだったでしょそうですねちゃんとその星オリオン座っていうのをちゃんと分かってから見たのは初めてだと思います、うんうん、ど,どうすごかったのちょっと教えてくれるいやもうなんかウイユニエンコって本当に、うん なんもないんですよ。で、使用のホテルっていうのが、のウユニ塩湖の真ん中あたりにポツンってあって、でだからそのホテルに、もう換気だから。聞いちゃいんのかな？あどうぞ。うんオッケーオッケー。うんどうぞどうぞ。ちょっとデオスってるちょっと待った。あははオッケーどうぞどうぞどうぞはい。ちょ続きどうぞ。あいいですか？うんいいよよ。で、もう観、顧客誰もいないんですよ。換気だから。うん。でも何も考えずに私来て。うんうん。 で、でなんだろうな、うん、誰もない日から一人で夜外に出て <laughs> うん、うん、それでなんか、もう晴れてたから星を見,見てたんですよね。うん、でも星はすごい見えたんですよ。うんうん、その頃星座とかあんまり分かってなくて、うんうん、オリオン座は分かったけど、とにかく <laughs>、はあ、なんかすごいっていう感じで、自然に圧倒されてで、風もビュービュー吹いてて真っ暗だし、何にも分かりませ、うん。 そう,ですそうです、すそうで、ん、で、まあ下濡れてないんでこう寝転がって見てたんですけどもう5分ぐらいでもう恐ろしくなっちゃって、うん、怖いあまりにも真っ暗だったからあまりにもすごくて5分で退散しましたでもその時見た星空っていうのはすごく目に焼き付いてますなんかちょっとインパクト強かった感じだねでも怖いっていうのが一番ああ、そうなんだすごかったです、うん、でもそっからこう いろんなな国にに行くよううったのそうですねあのその時もアメリカ経由で入ってキューバとかも寄ってるんですけどに行った時に、ね、そ<う>一番最初から行ってるね飛ばすなすごいねか、うん、キューバ行った時に27その当時27歳の方が「うん、私世界一周してるんだよね」って言ってて日本,の方日本人の方でうん、うん、同じ宿に泊まってた方がそう言ってて。うん 二十七歳って、いろんな海外セレブの方とか、なんかなくなってる方とか多いんですよ。27歳あー、そう、よく知ってるね、音楽もそうだよ。ですよね。二十七歳で大体亡くなるんだよね。ねうん、なぜか有名な人はね、うん、それで二十七って、なんか天気なんだって、なんか思って。二十七歳になったら、この人みたいに世界一周しようって、そこで決めました。え,ーえせ、そこで決めましたって、やったんだっけ。いや、行ったんですけど、結果。 まあ帰っっててきちゃったんですけど体調崩して<あ>いやもうビクセンもやめたあとですあそうだったんだちょっとじゃあその話はあとで聞くはいちょっとビがぐちゃぐちゃになって <laughs> そうねつうかねなんかね話題が多いね最初から覚悟してたけど <laughs> でまあとりあえずそういうなんか大学生活中に何カ国、うん、何カ国行ったの大学生活中には一、うん、人でバックパック行ったのは4カ国へえー、あ5カ国かなえ 言えるそれ4つ4つ、えっとアメリカ、うん、パナマパナマ,パナマ運河があるキューバ、うん、でボリビアボリビアでもう一個があのこれは就職決まってからあのもう恩師の方につないでいただいた縁なんですけどもう一個はパッパニューギニアですあその話聞いたな、はい、あすごいな まあちょっと待 <laughs>、うん、って <laughs> それで、はいえー、それを得てビクセン入社しましたとはい、はい、でビクセン入社したのは何でだったのいやもうあのー、さっき出てきた、うん、小学校の時にあの買ってもらった望遠鏡がビクセンだったのを思い出して、うん、結果入社することになったんですけど、うん、まあ最初はみんなその 周りが就活で決まっていく中なんか私はどうしようって思っててで、その旅に行ったりとかしててあんまり就活してなかったんですよ。地方銀行さんとかあといろいろ受けてて内定もそこでももらったんですよね。ででもなんか私も決まったんだみたいなことを友達と話してる時にいやーなんかなんからしくないよねみたいな。 お金数えて一日終わってるイメージないからうん、うん、え意外みたいなこと言われて、うん、で自分もなんかそうかなって思い始めたんですよ。で自分が好きななことなんだろうっていうのをもう一回思い出して、うん、あここでやっとあそういえば私星が好きだからこれも仕事にできるかもって思ったんですよね。うんうん、あとは旅とかっていう選択肢もあったんですけど。うん これ星だったらいけるかもってなって、うん、でも星の会社ってって思ったんですよね。で、JAXA とかも受けたんですけど、まああの、面接に行かずにちょっと進,進まなくて。うん、で、結局思い出したのがその買ってもらった望遠鏡で、うん、そこのメーカー確かビクセンって言ったなって言って、それで検索して、<ー>で、なんかメール送ったのが、まあ、きっかけで、 じゃあそのの時募集ととかはしなかしてなっったってこと、はい、あのホームページにはちゃんと募集っていうのを書いてなくて中途だ、うん、った募集みたいなのはあったけどーー新卒採用はなかったそうだったんだ、はい、へえいやなんかさどっから話せばいもい <laughs> のねこうその時岩城さんが入る前後にはもう俺入社してるからその裏でなんかどんな流れがあったかって大体分かってるけど、はい、そのソラガールってあったじゃない。 空が宇宙のニにガールって星好き女子の、まあ、言葉をビクセンが作ったんだけどそ,、ねはい、そのソラガールが発足したっていうか経営陣の中に頭があってでもうちの女子社員なんかそういう感じの人もいないしどうやってやっていこうかみたいなことを何かね話してるタイミングなんだよ。うん、でそこでズバッとメール来たらあこいつにやらせようかって <laughs> それはなるよね。すごいタイミングだな <laughs> なんだっけあの朝霧ジャムってっ、ねはい、朝霧ジャムって、はい、あの富士山の麓でやる音楽イベントってうん、うん、音楽フェスだけどこんなに星見てくれるんだとかあとなんか男性よりも女性の方がすごい食いつきが良くて、うん、しかも天体望遠鏡じゃなくて双眼鏡を見てる女子がやっぱ使いやすいからね望遠鏡よりも。うんうん、双眼鏡を見る人が増えてみたいな感じでいろいろこう空ガールの話につながっていくと思うんだけど。 なんかそういう背景でまあ適役が現れたと。<laughs> じゃあ面接したらだって一発だったでしょって。だってもう学歴的かもさこう申し分ないしなんか海外経験者でんか面白いやつだなとで結構自由奔放だけど考えの難しいからなんかいろいろ考えてくれそうだなみたいなさ <laughs> そんな感じするじゃん。そうなんですねうん。うん なんか、でもまあ、その時が良かったと思います。あうん、まあ、タイミングはバッチリだったね。うん、うん、運というか、まあ、でも、それも、やっぱり、運の巡り合わせっていう感じなのかな。うん、で、めでたく入社したわけですね。そうです。そうです,うです。で、入社してどうでした。